まあともかく SF 小説なわけよ、平行世界ものの。本の表紙を手でなぞりながら彼女は続ける。この時空はもしも何々だったら、もしも何々していたらっていう無限の可能性にあふれてて、そのもしもの数だけ分岐した並行する別の世界が存在してるの。そして私たちが今生きてるこの現実は、そのもしもの世界の中の一つに過ぎないっていう考え方なんだけど。もしもの世界。あらすじは簡単。主人公の科学者はある日突然、散歩に出かけた最愛の妻を交通事故で亡くしてしまう。科学者は毎晩毎晩、もう二度とは帰ってこない妻を思って嘆き悲しむのね。そしてその果てに彼は思いつく。彼女が死んでいない世界に行けばいいって。試行錯誤といくつかの奇跡の末、ついに平行世界に移動する装置を完成させた科学者は、見事に妻が交通事故に遭わず死ななかった世界へとワープすることができ、生きている妻とまた幸せに暮らすことができました。めでたしめでたし。ねえ、根本くんはこの話どう思う？ハッピーエンドだと思うけど。ハッピーエンドだと思う？本当に？だって一度失った妻とまた幸せになれたんだろ。確かにそう。でもこれって妻が死んだ世界の科学者は幸せになれたけど、妻が死ななかった世界の科学者はどうなるの？どうって？並行する世界には同じようにそれぞれに並行して同じ人物が存在する。同じ人物が二人同時に存在することはできないし、いらない。だったらどうする？僕の脳裏に今僕が座っている彼女の隣の席の本当の主の姿が浮かぶ。現に小説の中で妻が死んだ世界の科学者は、余分な存在である妻が死ななかった世界の科学者を誰にも知られずに殺して成り代わるよ。自分が別の世界の自分の存在を横取りすることでハッピーエンドが成り立ってる。それってどうなの？だったら科学者はどうすればよかったんだ？僕は彼女に問いかけた。俺も大切な人がいなくなったから科学者の気持ちはわかる。そうなんだ。大切な人がいなくならなかった世界に行けるんだったら俺は行くし、自分を殺してまでも居座りたいと思う。それなら飛んだ世界で根本くんの大切な人がまた何かの拍子に死んでしまったら、根本くんはまたその人が生きている別の世界へ飛ぶの？飛んだ先の自分を殺して成り代わって？それは別の世界の自分の人生を乗っ取る科学者は身勝手すぎると私は思う。それに彼女は続ける。失ったものはもう二度と戻ってこない。元の世界で妻が死んだっていう事実は絶対に覆らない。科学者はただその妻が死んだ世界から逃げただけ。そもそも科学者は平行世界に行くべきじゃなかった。彼女は言った。大切な人がいなくなったっていうどうしようもない事実を受け止めて受け入れて生きていくべきだったと思うよ。大切な人がいなくなった世界を受け入れて生きていく？うん。たとえどんなに時間がかかったとしてもね。そう言って彼女は僕の目を見た。根本くんの大切な人も、もしかしたら別の世界では元気にしてるのかもしれない。でもこの世界にはもういないの。この世界ではその時点でいなくなるっていう運命だったんだよ。目をそらさずにその人のその運命を受け入れるべきだと。うん。だから
悲しいけどお別れ。どんなに大切な人だったとしてもきっちりさよならをして、残された人はまた前を見て進んでいかなきゃ。進んでいけるかな。進んでいけるよ、根本くんなら。そうかな。そうだよ。そう言って彼女は笑った。つられて僕も笑った。ありがとう。最後に西田さんとこうして話せてよかった。私も根本くんと話せて楽しかったよ。夏休み入るからしばらく会えないけど元気でね。右手を僕に差し出して彼女は言った。うん、元気で。僕はその手を握り返してそれから話した。あのさ、俺多分西田さんにまだ言ってないことがある。そうなの？じゃあ今言えば？いや、これは俺が言うべきじゃないと思う。どういうこと？とにかくいつか言うと思うから覚えてて。そうなんだ。よくわかんないけど、わかった。覚えとく。それじゃあ、さよなら。僕は言った。さよなら。彼女は言った。それから僕は立ち上がって、教室を出た。後ろ手に閉めたとか、ピシャリと大きな音を立てた。ほんの一呼吸置いて、僕は振り返り、たった今閉めたばかりの引き戸を再び開けた。そこには誰もいなかった。窓際の一番前の机には花瓶が置かれ、菊の花が一本刺してあった。僕は窓際の一番後ろにある自分の机から、一冊だけ置き忘れた古文のワークを取り出し、カバンに詰め、また教室を後にした。教室を出る直前、彼女の席に向かって、さよなら、と僕は言った。返事はなかった。もしもの数だけ世界があるというのならば、それらに存在する一人でも多くの西田たちが、平穏な日々を送っていたらいいと思う。そしてもう一つ、自分勝手な祈りを捧げることが許されるなら、僕が彼女に永遠に伝えることができなくなってしまった言葉を、どこかの世界の僕が、どこかの世界の彼女に伝えられますように。僕は西田加奈子が好きだった。